こんにちは、タケチャンネルです。今回はですね、制作動画ではないんですけども、まあ、ちょっとした小ネタを、ご紹介しようかなと思います。で、まあ、何をやるかっていうと、レースカーとかをね、作る時にはよくあるグリルとか開口部のメッシュの貼り方っていうのを今回はちょっとご紹介しようと思います。大抵の人はこんな、どういった、あ、こんなデコプリンセスとか瞬着とか、あとそうだな、まあ、エポキシで付け貼る人とかもいてはるかなっていう感じの、接着剤を使って、こう接着し貼ると思うんですけども、結構まあ僕も今までねそれでやってたんですけど、結構こういうなんとかを使ってメッシュを貼ると、そのちょっと位置を調整したりとか、まあ何かの拍子にピッと、本来接着する面じゃない部分とかにメッシュがない部分とかにボンドがついちゃって、ちょっとメッシュが汚れちゃうみたいなことがあったと思うんです。あったんですよね。で、多分同じような経験をした人っていうのはすごく多いと思うんですよね。で、それが原因で、まあ、メッシュ貼るの苦手っていう人も多分いっぱいいらっしゃると思うので、今回はね、まあ、僕も教えてもらったやり方ですけども、失敗しにくい、メッシュの貼り方っていうのをちょっとご紹介しようと思います。はい、そしたらですね、今回はこれの裏にねメッシュを貼っていこうと思います。タミヤの AMG GT3 ですね。 AMG GT3 の、グリルの部分、この裏にメッシュを貼っていこうと思うんですけれども、大体まあ、特にタミヤのキットの場合だとこういう感じでね、説明書に原寸大のね、型紙が入ってると思うんですけれども、まあこれを使うのはいつも通りなんですけど、大抵の人って大体この型紙をメッシュの上に乗せて、でハサミで切って、で切ったメッシュをこう接着剤をつけたその開口部にペタッと乗せるっていう感じで貼ってると思うんですけど、まあ結構それでやると、それの方法でやると、まあ、さっき言ったみたいにいらないところにボンドがついちゃったりっていうのもあるし、結構メッシュがねほどけてくるんですよね。ほどけてくる、ほつれてくることが多いんですよね。で、まあやりにくかったりっていうのがあったりするので、今回僕がやるのはこの型紙の上にもう両面、マスキングテープをねベタッと貼ってしまって、でやるっていう形でやっていこうと思います。なんでちょっとね、そのまんまここにマスキングテープを貼っちゃうと、あまりよろしくない。このマスキングテープ剥がす時にね、この紙を一緒に持っていってしまうんで、ちょっとね透明なフィルムとかビニールとかを用意してあげるといいと思います。でちょっと準備します。はい、そしたらね、まあ、ちょっと今回はその辺にあったのがこのビニール袋だったんで、これ使うんですけども、まあ、ビニール袋にねこのメッシュのサイズぐらいの、マスキングテープをベッと貼ってあげて、この型紙の上に乗せてあげます。で、まあ何でもいいんですけど、この型紙のマスキングテープの上からこの型紙のね切り取る線をなぞってあげる。ちょっとね今あるペンがこんな太いペン先のものしかなかったんで、ちょっと微妙ではあるんですけど、こうなぞってあげる。まあちょっとついでに他のやつも一緒に
こんな風にですね、なぞってあげます。で、ちょっとまたで、今このかたどったマスキングテープを、メッシュの上に貼ってあげます。ちょっと練習を兼ねてね、何枚かやったんでちょっとこれメッシュちっちゃくなってますけども、ここにねこのマスキングテープを剥がして貼ってあげる。この時あのメッシュからはみ出ないように気をつけながら貼ってくださいね。っていうのはまあ適当にペッて貼るだけですけど、こうやってマスキングの上から貼ってあげます。いやメッシュの上からマスキングテープを貼ってあげます。こんな感じですね。こんな感じで貼ってあげたら、あとはね、普通にはみ出てる分邪魔だな、あとはね普通にこれを切り出していってあげる。だから本当はもっとねペン先の細い油性ペンで、油性ペンとかでやってあげた方がいいですね。手元にあったのがボールペンとこのペン先の太いサインペンやったんですけど、ボールペンだとねマスキングテープの上って滑るんであんまりうまく描けなかったんですよ。だからシャーなしでサインペン使ったんだけど、ちょっとこれはペン先が太すぎましたね。ちょっとやりにくい。まあメッシュって余裕あるんで、心配なようであればちょっとだけ大きめに切り出してあげて、後でねはみ出た分切ればいいだけの話なんで、こういうふうに切り出してあげます。でこの切り出したやつをここに合わせて貼っていくっていう形になるんですけども、この時にね、まあ大体の場合はねもうこのマスキングがない状態で、みんなここに接着剤をつけてねベタッと貼っていくと思うんですけど、それやるとさっき言ったみたいにいらんとこについたりするんで、今回やるやり方っていうのはこう位置を合わせてあげて、ここにねマスキングテープ貼ったまんま、この上からこの流し込み接着剤を使って貼っていってあげます。でまあメッシュ自体は流し込みで溶けないんですよ。溶けないんですけど、このプラの方が流し込みで溶けてくれるんで、これをつけてギュッと押さえてあげることで、この溶けたプラにこのナイロンメッシュがギュッと食い込む形で接着されるっていう感じになります。だから結構ねちょっとたっぷりめにつけてあげた方がいいです。流し込みはねたっぷりめにちょっとマスキングテープの上から染み込ませてあげる。でこれもマスキングテープの上から塗っちゃって大丈夫です。こういう感じ、こういう感じでやってあげると割とねしっかりねメッシュがくっつくんですよ。こんな感じで見にくいかな、こんな感じでこうやってやってあげるとね割とねちゃんとメッシュくっついてくれるんですよね。こんな感じになるんで、これをねぐるっと一周全体にやっていくっていう感じです。
ちょっと不安なようだったらね、こっち側とかから流し込んであげてもいいですね。その塗装面に影響しないようにだけ気をつけて、まあ、今これはい、大和さん来ちゃった。イメージ的にはね、このマスキングテープとこのパーツの隙間、あのメッシュの部分に直接セメントを流すみたいなイメージでやってあげた方が良さそうですね。ちょっとこれも僕もね、教えてもらってすぐやってるんで、まあ今これぶっつけ本番、ほぼほぼぶっつけ本番でやってるような感じなんですよね。こんな感じでね、ぐるっと一周流し込んであげたら、この流し込み接着剤の影響でこのマスキングのね、粘着力がね、落ちるんですよ。ちょっとこの辺まだ弱いな。この流し込み接着剤の影響でこのマスキングテープの粘着力が落ちるんで、これをペロペロっと剥がしてあげる。ほんとペローンと剥がれるんで、剥がしてあげるとこんな感じで綺麗にくっつきます。でこのメッシュの部分がね、汚れたりすることっていうのも一切なく、綺麗に貼れるっていう感じです。こんな感じで、まあこうやってちょっとはみ出てるところ、こういうメッシュがねちょっとはみ出たところとかは、貼り終わった後にハサミでね、こうやって切ってあげればそれで OK。 で僕もね結構メッシュ反応苦手っていうか嫌いやったんですけど、まあこの感じのやり方だったらね、そんなに、こう苦戦もしないかなっていう感じなんで、比較的やりやすいんじゃないかなと思います。こんな感じね、表から見るとはい、こんな感じです。というわけで、まあこのメッシュ貼りの動画だけなんで今回は短いですけれども、こんな感じでナイロンメッシュ貼れますよっていう動画でした。はい、まあよかったら一回試してみてください。というわけで、まあ今回ちょっと小ネタの動画でしたけれども、ご視聴いただきましてありがとうございました。